あやさん、ありがとうございます。こんばんは、キリで、こんばんは。別府のゆうさん、応援さん、ありがとうございます。なんだこれは、体操してるの、クマさんたちは。祭りなんだ。かわいい。はるみさん、きょさん、ありがとうございます。じろうさん、げんちゃんさん、ありがとうございます。こうたんさん、たっちゃんさん、ありがとうございます。こんばんは、こんばんは。かわいい、クマであふれかえってる。みちろうさん、げんちゃんさん、ありがとうございます。たっちゃんさん、ぼうちゃんさん、ありがとうございます。こんばんは、やっほー。こうたんさん、だいちくん、みちろうさん、げんちゃんさん、ありがとうございます。こんばんは、やっほー。かわいい、お顔だけ浮いてるくまさんの。はるみさん、まーさんさん、ありがとうございます。あやさん、げんちゃんさん、ありがとうございますね。確かに茶色以外のくまもかわいい。ぼーちゃんさん、トムトムさん、ありがとうございます。メイビーさん、ガロワーさん、ありがとうございます。チョコレモンさん、ユーシュンさん、ありがとうございます。トムトムさん、メイビーさん、ありがとうございます。こんばんは。ヒロさん、応援さん、ありがとうございます。ダンゴーさん、マーさんさん、ハルミさん、ありがとうございます。お顔だけがいっぱい浮いてる。オーディーさん、ゴーちゃん、ありがとうございます。よいしょっと、お顔。なんでクマなんだろう、クマ祭りなんだろうね。11月、クマ、あんまクマ感どうなんだろう。マーサンさん、ユーシュンさん、オーディーさん、ありがとうございます。ムーネヒーロさん、ありがとうございます。こんばんは、こんばんは、こんばんは。今日こそ前髪切らなきゃいけないかも、長すぎ。こんばんは。そう、今日切ろっかなと思ってはいる。伸びてるよね、長いよね。私もそう思うの、自分でも長いなと思うの、前髪がね、伸びてるからね。今日切ってもいいかなと思いながら今過ごしてます。ネオレスさん、シムさん、ありがとうございます。明日は東京から名古屋。すごいね、気をつけて。シムさん、長谷川さん、ありがとうございます。おもんな人さん、フォレストさん、ありがとうございます。コットさん、シムさん、ありがとうございます。そう、私あんまりね、極力前が、何それ、かわいい。ギモアブールズさん、ありがとうございます。すごいかわいいクマさんいた。ガロアさん、チョコレモンさん、ありがとうございます。私はもう極力前髪はね、巻きたくないんですよ。極力まっすぐ下ろしときたいので、そう、この長さになるとね、絶対巻かないといけないから消えます。クマケンさん、タッケーさん、ありがとうございます。ガロアさん、ギモーブールス、ありがとうございます。こんばんは。日曜の子は日曜までには切るかな。なんなら今日切れたら今日切っちゃおうかなと思うぐらい、ちょっと大変かも、この前髪。まさとしさん、シューマニアさん、ありがとうございます。ゆうしゅんさん、福きよさん、ありがとうございます。明日ノーパラのリハがあるので、そう、ノーパラのリハをこの長い前髪にするのはかなり多分ね、邪魔だっていう気持ちになっちゃいそうだからね。今日切れたら切ろうかな。ネオアレスさん、クマケンさん、ありがとうございます。マサッチさん、ボーちゃんさん、ありがとうございます。でもそう、自分で切るから、ほんとちょっとしか切らないようにする。ちょっとしか切らないようにして、公演の時にメイクさんに切っていただけるようにしてたらちょうどいい気がする。あまりにもちょっとね、お邪魔よっていう気持ちになる。はるみさん、あやさん、ありがとうございます。こんばんは。
バウチさん、サシスセソさん、ありがとうございます。そう、そう、何日だったっけな、24日に劇場でイベントもあるんですよ、周年のね。そう、盛りだくさんでございますよ、11月ったら。カズヤ22さん、ありがとうございます。そう、配信系のね、24日のね、日曜日にございます。墓ジャンボ博多ジャンボ年末感すごい生誕ぶりに、おお、お待ちしてます。28日、うん、あれだ、逆上がりですね。天球さん、ミスターホワイトさん、ありがとうございます。そう、24日に劇場でねありますよ。私はそう、第3部の19時半から出演予定かな。そうなんですよ。そう、すごいね、博多ジャンボ抽選焼酎力さん、のりさん、ありがとうございます。そう、ぜひぜひ皆様お楽しみにいらしてください。すごい、いろいろ景品、景品一覧。第1部、あ、私じゃない、私第3部なんだ。へえ、何それ、へえ、すごっ北九州のりょうやさん、しわさん、ありがとうございます。福岡のハイタッチの券取りました。おお、ありがとうございます。お待ちします。シワさん、キュウリスープがとっとってって言っとったけん、たっとった大さん、まさとしさん、ありがとうございます。すごい、私も今さ、まじまじとさ、初めてこんな景品をまじまじと見てるんだけど、すごい、 MV 最速試写会ご招待、すごい、一等、何これ、年間パスポート、どういうこと、ペア1年間対象公演すべて通常公演にかけるの観覧無料、すごくすごくすごいね、何この年パスナックスさん、ガンプさん、ありがとうございます。焼酎力さん、北九州のりょうやさん、フォレストさん、ありがとうございます。え、何、推しメンプロデュース、え、何それ、何それ、年パスやばいね、やば、あ、すごいじゃん。推しメンプロデュース券、推しメンに披露してほしい楽曲、着てほしい衣装をリクエスト、あなただけのために、へえ、すごいね、何これ、あー、すごい、通常の劇場公演の終演後にプラス1曲披露、披露だってすごい。ナックスさん、スバルさん、シムさん、ありがとうございます。ネオアリスさん、シムさん、ありがとうございます。年末すごいね、年末ジャンボ並みですね。推しメンプロデュース権利すごい、イベント最前列ご招待、あー、すごいね、これも、なるほどね、すごい、なんかチケット代金すごいいいわよ、素敵よ。宛名付きメンバー全員、うーん、サインポスター5等、世界に1枚だけ、いいね、すごいね。あ、推しメン生写真、どういうことこれ、あー、2部、でも私2部じゃないんだよ、私3部なんだよね、なるほどなるほど、へえ。新じいちゃんさん、マンチクさん、ありがとうございます。スルーしていいですよさん、ライトさん、ありがとうございます。ぼーちゃんさん、スルーしていいですよさん、ありがとうございます。あ、でもこれ当たったら誰でもいいのかなね、どうなんだろうね。
すごいねこれ。すごい、最大906名に当たるって結構なんか素敵じゃない？優しい抽選会じゃない？だって最大906人の方に当たるんだよ。だいぶ優しい抽選会な気がする。ぜひ皆様ね、お越しくださいませ。お越しくださいと言えるかね、応募してみてくださいませ。うん、YouTube でね、そう YouTube で配信があるのって、 HKT の公式の。すごいね、なんか豪華ですね。906名の方に最大当たるんですって。すごーね、ゲーってなるよね。すごーキャーキャーへーね、すごいね。福キヨさん、バウチさん、ありがとうございますね。皆様ぜひね、応募してみてください。素敵なね、906人目の方にね当たるからさ、あれかもね、何かは絶対当たりそうじゃない？きっとそう信じて。何かはきっと当たるだろうっていう。バウチさん、クマケンさん、ありがとうございます。906名の中にきっと入れるでしょうと信じて。メイビーさん、ありがとうございます。何かは当たるはず。はるみさん、あだりさん、ありがとうございます。まあこれでまあ当たらなかったら、まあ当たらなかった時もそれはそれでね、あのすごいね、すごい、なんだろう、少ない確率かもしれない。それはそれですごくね、少ない確率ですね。レモンクレープさん、ありがとうございます。へー、すごーい。のりさん、ありがとうございます。いや、わかんない、私もね、割とね、こういうなんか抽選会系はね、当たらないんですよね。そう、私あんまね、こういう抽選会、なんだろう、なんかくじ系、私あんまくじ運良くない人なので、あんまり当たらないの。そう、しょぼーん、そう、あんまくじ運ね、よろしくないの。でもこの前、その HKT の修学旅行の時にあれがあったんですよ。ビンゴ大会、ビンゴ大会があって、その時にあの31のギフト券をゲットしました。そう、その時、そう、なかなかそういうのなんかあんまゲットできたり、なんか当たったりするした試しがないから、そうドキドキしてたんだけど、そう、31のギフトカードをゲットしました。嬉しい、大好きな大好きなアイスクリームのギフトカードをゲットいたしました。しんじいちゃんさん、ありがとうございます。1690日、ありがとうございます。1690、ありがとうございます。
おもんない人さん、たっちゃん、ありがとうございます。そうなの、ラッキー先生。しかもまあまあ、あの、なんだろう、いい感じの素敵な金額いただいた。たっちゃん、メイビーさん、ありがとうございます。しばらく困らないなってぐらいのをね、いただきました。やった。景品はね、結構たくさんあったの。そう、でもあれ、マネージャーさんもみんな込み込みの、そう、ビンゴ大会でした。楽しかったよ。よいしょ、ちょっとエクスポストしようと。あー、いけた、 OK。 使いたい文字あった。よいしょ、オッケー、まるよいしょ、ポスト。天球さん、大丸さん、ありがとうございます。しましまさん、あやさん、ありがとうございます。天球さん、はるみさん、ありがとうございます。ビンゴって、そう、リーチになってから長い。私すごかったよ、なんかトリプルリーチとかしてたもん。やったーと思ってさ。ねえ、リーチになってから長いよね。前クリスマスの、そう、クリスマスもなんかガラポンくじみたいなのが、そう、あって、あれもスチーマーをゲットしました。あれはまあゲットというよりかは、そう、残り一つの最後の景品だったので、そう、ガラガラしなくても決まってたんだけどね、あのクリスマスに関しては。そう、なんか結構私、会場入りするのが時間遅いチームだったので、そう、クリスマスのおしゃべり会の裏でガラポン抽選会があってたんですよ、クリスマスの。そう、ガラポン抽選会があってて、でも私結構その日が、そう、会場入りが結構遅い人だったので、そう、メイク終わってから、そう、ガラポンしようと思ったら、メイク終わった頃にちょうどおしゃべり会が始まる時間になってしまったので、ああ、これはもうね、後からにしようと思って、おしゃべり会終わって帰ってきたら、残り1個でーす。最後でーすってなってて。にゃんこ先生さん、たっちゃん、ありがとうございます。こうじさん、たっちゃん、ありがとうございます。くまけんさん、まりもさん、だいまるさん、ありがとうございます。そう、ラッキー先生ですね。素敵なものがね、最後に残ってくれてました。やったね。え、私のファンの方や、私のファンの方じゃない方でもね、まあまあ今見てくださる方が幸運な ね、いいものが当たりますように。ゆうまさん、ありがとうございます。ね、ドキドキだね。どうですか、みんなありますか、いい運持ってますか。抽選、忘年会の抽選で一等、すごいね、一等はすごいよね。え、みんなくじ運はいい方かな、どうなんだろう。私があんまり良くないから、みんなはいいであってほしいな。あんまそういうくじ運はね、そう、くじ運とはちょっと縁がないタイプなのでね。グリーンランドのペアチ、いいじゃん、あれはいいよ、あれ私欲しいもん。クロウさん、ありがとうございます。ねえ、みんなに素敵なものが当たりますように。当たったことがない。頑張って、みんな。みんな頑張って。そう、この博多ジャンボ抽選会に関してはね、私はね、そう、応募しないので、そう、みんなの幸運を祈れます。これが多分私もあなたも、なんだろう、応募しますよ系だったら、ごめんね、みんなの幸せ願えないかも。あ、私だってなっちゃうけど、そう、これに関してはちょっと私は、そう、応募できませんので。カンさん、ありがとうございます。そう、ごめんね、そう、みんなとちょっと同じね、立場に立ってたら、そう、もう
当たりたい当たりたいってなっちゃうけど宝くじで、あーそうなの、まだ宝くじをね買った試しがあんまりないんだよね。この前ペイペイ、すごいね、いい運持ってるじゃん、サマーシート、あーね確かに確かに、メンバー向けのジャンボチュ、確かにメンバー向けも欲しい何かなメンバー向けディズニー、ディズニーペアチケットディズニーペアチケットが欲しい、メンバーのねジャンボ抽選会だったらあれが、それがいいな、ディズニーペアチケットがいい。クロさん、たっちゃん、ありがとうございます。全メンバー、すごいね。花ピンさん、あやさん、ありがとうございます。ねえ、メンバー向けのも欲しいね、抽選会。去年はさ、ちょうどクリスマスの日にあのおしゃべり会があったから、そうクリスマスの抽選会があったんだけど、今年はそうクリスマスにおしゃべり会がないからクリスマスプレゼント願ってるクロさん、ありがとうございます。秋吉さんのラジオで、いいね、なんだか。でも確かにみんなはさ、なんかいろいろさ応募する機会がさ、なんだろう、多いじゃないですか、まあ、チケットもそうだし、なんかね、いろんなものでさ応募する系を結構たくさんたくさん応募したりしてるからね、多分他の人より数は打ってるよ当たるか当たってるか当たってないかはさておいて、他の人よりだいぶ数は打ってるよ、そういうね抽選系数はいってるよ。名古屋はどうでしょう。でもな、そう、あの時さ会場が福岡だったからのもある気がするんだよね。名古屋までね運ぶのは大変だ、きっと現実すごくリアルに考えてる。ねえ、そうだよ。そうだから、みんな他ね、他の人よりいっぱいそういうね抽選系をねチャレンジしてるから、きっとね今までいいことなかった人もね、いつかきっといいことがあると思いますよ。いっぱいいろいろね応募していればいつかはきっといいことあったりそうあー、メンバーと生電話あったね、やってたね、コンサート前にやってたわ、いや懐かしいね、もしもしって言ってポーンさん、ありがとうございます。そう、応募しないとね、当たるか当たらないかすらね、あの分からないとこなのでね、応募してみようぜひぜひ、みんなの幸運を祈ります。生電話やってたね、あれ面白かったな。なんかさ、生電話するベーススペースがあったの。そう、なんかメンバーがみんな固まって生電話するんだけど、もう何人ものメンバーが同じ場所で電話してるから、もうあの声がもう大渋滞なんでなんでなんでみたいなね、面白かったねあれほんとに8人9人ぐらいが8人9人ぐらいがもうブワーッと一気にみんな喋ってるから、もうなんてなんてっていう。熊健さん、桂さん、ありがとうございます
まあ、結構そうコンサート前だったからバタバタしてたからね、ちょっとね今度ももしなんかいつかそういう機会があったらね、なんか余裕がある時にねやりたいですね。バタバタしてる中さ、何人ものメンバーのさ声とさね電話越しの声で何何何ってなっちゃうからね。下野さんの声やってたら、でも確かに電話ってなんかさ、なんか不思議だよね。なんか急にさ知ってる人の声が知らない人の声になるもんね。名護教えてください、ありがとうございます。やっぱお顔が見えてないとかね、ね、そうなると全然変わってくるのかな、ね、懐かしい。正明さん、団子さん、ありがとうございます。あれは懐かしいね、とってもなんか確かにいろんなことやってたね。だいぶさ私初期の頃だったから、その電話はもう名前連呼してた思い出がある。覚えてねって言ってただの魚さん、ありがとうございます。あ、電話機で作ってんの電話の声って、それ知らなかった。コンサート前のね、そう生電話のねブースで営業かけて。見つけてねって言ってね、コンサート前だからね。じゃあ55分になったのでランキングを見たいと思います。面白いね。13位くまけんさん、ありがとうございます。12位あやさん、ありがとうございます。11位メイビーさん、ありがとうございます。10位ナックスさん、ありがとうございます。9位ガロアさん、ありがとうございます。8位バウチさん、ありがとうございます。7位タッちゃん、ありがとうございます。6位シムさん、ありがとうございます。5位ギモーブールスさん、ありがとうございます。4位ボーちゃんさん、ありがとうございます。3位ハルミさん、ありがとうございます。2位マサトチさん、ありがとうございます。1位ネワレスさん、ありがとうございます。それでは今日も見てくださり聞いてくださりありがとうございました。皆様ゆっくり休んでください。おやすみなさい。バイバーイ。おやすみー。